おはようございます。感じでいいんでしょ。もう大体、でも私個人情報なんてクソもないからね。じゃない。ねえ、だってネットで藤沢奈々って調べると横浜市都筑区って出るんだよ、住所も。で、藤沢奈々電話番号って言うとね、090って出るんだよ。ねえ、もうバレバレ。今更ね、そんな個人情報なんか気をつけてもね。すごいっしょ。じゃあ私ね、だってね、引っ越してきた、その日のね、半日で住所バレたからね。じゃあみんな引っ越ししますねって、新居に引っ越してきて、初めての配信してたら、午前中にバレたのかな。この朝の放送のこの時間帯ぐらいにバレたんだよ。奈々ちゃん住所、タヌキに書かれてるみたいな。ええー、みたいなさ。マジ？みたいな。なんでかっていうと、私の予想ね。引っ越しの時についてきた人がいるの。いや、引っ越しはしますよって言ってたんだけど、私、何日に引っ越すとか、そういうのをね、ばらさなかったのよ。で、結局当日ね、私、外配信でお散歩行ってる間に、知り合いにね、お友達に、引っ越しをやってもらってたの。で、結局、で、その配信で帰ってきたらもう、もののけの殻だったのよ。うん。私は配信してて、引っ越ししてない風でね。うん。で、その友達が、引っ越してた友達が言うには、変なおじさんとか、がね、隣の建物から動画を撮って、こうやって撮ってた人がいるんだって。2人ぐらいそういう人がいたんだって。だから私の言動とか行動で、あーってね、だいたいもう引っ越すって言ってたから、この日なんだな、みたいのを特定してたんで、まずね。この日が怪しいんじゃないか、みたいな。それで、近くまで来て、ね、一緒に引っ越し屋さんについてきたんじゃないかなって。で、そう考えないと、だって明らかに早すぎだよね。うん。でね、どうやってバレんの？みたいに。だって私こっちは、あ、でもね、こういうのを映しちゃったんだよね。この取っ手とか、この電話のね、インターホンの電話とか、あっちの水回りとかね。でもそれだけで、そんな午前中で特定できんのかな、みたいなさ。どう思う？ねえ、だって住所も私言って、どこら辺に引っ越すかなんかも言ってないんで、横浜に引っ越すとかさ。あの時は多分川崎に引っ越すとか言ってたのかな。うん。私バラしてないよね。一切バラしてない。いや、もうバレちゃったからいいですよって言っただけで、だってもう午前中、ここに引っ越してきて午前中にバレちゃったからもういいよってなっちゃったの。もう公開します、みたいな。うん？いや、尾行されてたよね。だってさ、ね、ここのお家引っ越してきて数ヶ月したらさ、電柱から覗いてるおばさんがいたんだよ。外出たら電柱の陰でこうやって見てるおばさんとかいたの。何やってんだっつってさ、誰ですかって言ったらさ、ブワーって逃げたんだよね。こんなカゴバッグ持って、こうやってさ、私の2倍ぐらいあるおばさんで、こう、よしよしよしみたいな、すんげえ足速いのよ。待てーとか言って追っかけたんだけど、で、すごかったな。これ配信中だから、しかもね、出張ホストのりょうくんっていう人と一緒に写真撮影会するっつってさ、家で話してて、外出た時に電柱から見てたのよ。で、りょうくんも何あの人みたいな。電柱からなんちゃ覗いてるおばちゃんいるよみたいなさ。そう。それ、待てーとか言ってさ、こうやって、よっしゃよっしゃっつってさ、そこの坂をさ、よ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 、みたいなさ、すごかったよ。めっちゃ足速いの。さ、脱税したくせにって言うけど、私ね、その何倍も払いました、税金。いつまでそのこと言ってんの？ 5 年間脱税してましたけど、ね、1200万円一括で払いました、私。ふざけんなよ。なあ、全部クリーンですよ。なあ、
1200万払ったの。だからって何よ。じゃ過去でもそうやってね、私の名誉をね、名誉を犯すことは法的にね、あなたたちが犯罪行為を犯してんの。女んさん。ね、印象悪くなるじゃん、私ね。芸能人なのに。アイドルなのに。みんなのアイドルに脱税してたって言ったらさ、ね、曲も変えてもらえない。ね、テレビ番組も出してもらえないって、この先ね。そうじゃん。みんなのアイドルなのに。そうだ。これが4月25日。怪しいよね。めちゃくちゃ怪しくない？この人。カールのおじさんみたいなね。お山の中には、ちゃんちゃかんちゃちゃらら、みたいなね。ねえ、どんだけ、あ、だから私寝てたからほら出ないじゃん。な、ここで一回帰るんだよね、昨日。ほらほらほら、帰ったでしょ。その後に LINE をしてきたんで、それで私起きたんだけど、そう。話聞いてる？本当に1万3000人もいるのこれ。話ちゃんと聞いてんだ、うんとかすんとか言えばいいじゃん。アイテム投げるとかさ、レベルアップダブルでしてんだからね、サバーカも本アカも。なんで聞いてくれないの私の話を。知ってます。食べません。そうさ、食べ物とか自分のタイミングで食べさせてほしいんだよね。そう思わない？もう美味しいものも食べれない。ガチャガチャいいな、ガチャ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 さ。じゃああなたたちがご飯を食べるときね、なんで食べないの、いつ食べんの、早く食べてよって言われると嫌じゃない。いつ、今すぐ食べてよ。なんで私たちの言うこと聞けないの、食べて、食べて、食べてってさ。うざくないね、いつになったら食べんの、時間伸ばしてんの、いつ食べんの、早く食べてとかさ。うざいよね。食べ物なんて自分の食べたい時食べるもんでしょ。お腹が空いた時に。じゃ、へそ曲がりじゃなくて。なあ。なんで待てねえんだよっていうの。そんなに、一日さ、せか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 して生きてるの。もうちょっと余裕を持ったらどう、時間に。そんな時間に追われてんだったら、時間の使い方が下手くそなんだよ。でも、これも消します、テロップも。今日は、マック。今日は、マック、食べません。雑談って書いとく。もう全部雑談今日は。3時間雑談。だったらさ、もう自分で買ってきて食べろよ。今売ってんだな、サマックン。なんで私が食べなきゃいけないの？自分で買ってこいよ、食べてんのみたい。自分で味わえよ。こんな味なんか伝わんねえのさ、こんな画面でな。伝わんのかよ。どうやって匂い届けんだよ。どうやって味届けんだよ。なあ、色とね、四角しかねえじゃん。なあ。そうじゃね、そんなの期待してんじゃねえや。お通じよりじゃねえんだよ。声がオカマとか言ってるけど、こうやって可愛い声も出るんだよね。みんな、声とか、なんか低いとか言うけど、全然高い声も出るんだよね。そう。あ、昨日ね、まゆちゃんが夢に出てきたの。なんでまゆって出てきたかっていうと、ゼロワンくんとまゆちゃんが夢に出てきたの。しかもホラー。ホラーっていうかサスペンス仕立てだったね、昨日の夢。なんか三人で一緒に暮らしてんのよ。田舎のなんかロッジみたいなとこに。
まゆちゃんと、ななちゃんと、ね、こうちゃんで、ゼロワンくんでね、三人で住んでんの。それで、二人が、出かけちゃって、私がお留守番をしてたのよ。そのロッチ、山奥のロッチみたいなとこで。それで、お家の中にさ、お金がたくさんあったの。何百万も、札束で置いてあって、私掃除してたんだけど、そのロッチの。それを、私盗んじゃったの。で、そのお金は、ゼロワン君のお金だったの。300万ぐらいね、私盗んだのよ。そしたら、バーンってさ、ゼロワン君が帰ってきちゃったの。そのロッチで。おいってね、モンジョリーみたいな。それで、あ、やばいってね、バレるバレると思って逃げてる夢なんだよ。それで、パパパーってさ、ベッドルーム行ったら、なぜかベッドルームにまゆちゃんがいるのよ。で、ななちゃん一緒に遊ぼうとか言って、なんか料理を作ってんの、まゆちゃんがね、ベッドルームの横で。一緒に作りましょうよとか言って。いや、今それどころじゃないんだよね、ちょっと掃除途中で、みたいな。それで、ゼロワンくんがどん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 さ、私を探してね、お部屋まで追い詰められるっていう夢だったの。それなんだろう、夢占いね。何なんだろう。そういう夢だったの。お金盗んだのがバレんのが嫌で、私が逃げてる夢みたいな。まさ夢なんかストレス感じてるよね、やっぱね、ゼロワン君に対して。いや、昨日ね、告白されてね、ゼロワン君に。だから相当ストレス感じてんじゃないかな。私自身が。もうしつこくされたのね、昨日家にも入ってきて、なんか付き合いたいだの、エッチしたいだの、寂しいだの言われたんで、ゼロワン君にね。だから嫌って気持ちが出てんじゃないかなって、夢に。ネタだとしても嫌なんだよ。だから、ゼロワンのこと嫌いなんだろうね。そういうなんか脅迫みたいのが出てくるかな。ぶっちゃけ嫌いなんだよ、私、ゼロワン君のこと。何このモンジョリキモいって。これスパム報告して、普通に悪口だよね。ちょっと私が報告するわ、これ。おめえよ、舐めてんじゃねえぞ、本当に。な、アカウントを吹き飛ばしてやるよ。あのな、レベル、私ね、レベル79の配信者だから舐めんじゃねえぞ。一発で吹き飛ぶからね、私が報告する。今報告した。ねえ、コメントだったら何でも言っていいんですか？そうやって。私が気持ちよく喋ってんのに。ねえ、コメントだったらみんなさ、何でも言っていいと思う？いや、私がキモイに対して今怒ってんじゃん。それって、みんなね、まあまあまあって思うの。ねえ、ななちゃんちょっと落ち着いてて、なんで怒ってんのぐらいな感じ？ん？俺はもう劣気とした誹謗中傷だからね、キモイってことは。気持ち悪いって言われてんの。誹謗中傷に値するしよ。じゃ、みんなはここの世界で長くいるかな、そうのね、疎くなってますよ。まだ食べないのって、あ、ちょっと待ってね。もう時間結構やばかった。ちょっと待って。40分だ、30分か食べたつもりだ。封印を解きましょう。意外と時間進んでたんで、ちょっとね。さあ行きましょう。本日こちら新商品でございますね。こちら、ハワイワンロコモヤクバーガー。こちらをいた、あ、めっちゃ匂いね。もうロコモコの匂いする。袋に入ってても。オッケー。ああ、そういうことね。ちっちゃ。マフィンってちっちゃいね、サイズがね。あら、かわいいパッケージが。で、これはもう朝マックしか食べれないね。昼マックは別で今日新商品出んだけど、これは朝マック限定ね。こちらのチーズロコモコマフィンってやつも。朝限定のやつ。で、朝限定といえばハッシュドポテトでね。あれ？これ私3つ頼まなかったの？こちら新商品です。これは朝マック限定メニューね。昼はまた違うハワイアンロコモコが出てんでね。2種類か3種類。うわー。すごいね。なんかびちゃびちゃ。
こうかな、こう。こういう感じかな？美味しそうね。ベースはあれだね。豚ちゃんだね。豚にチーズにエッグみたいな。あれ。もろあれ。いつものハワイ版ロコモコの味と匂いだね、これね。で、いただきまーす。これはさ、あれじゃない？ドミナントかソースでね、なんだっけ？ロコモコって何ソースって言うんだっけ？なんとかソース。じゃ、デミグラスじゃなくて、ロコモコって違うソースなん、デミグラスじゃなくて、ね、ちょっと飲み物先飲むね。クレイビーソースの匂いなのかな、これ。クレイビーソースの匂いかな。血圧ちょっと高いけど食べますよ。クレイビーソースじゃん。ロコモコっていうのね。ちょっとパカーンって開けてみようかな。ほーら。すんごいソースかかっちゃってる。じゃあいただきまーす。こちら、今日発売。マクドナルド、ハワイアンロコモコチーズバーガー。だっけ？チーズロコモコマフィン。いただきまーす。ちょっとさ、朝から食べるにはくどいかな。私は食べれるんだけど、これを朝メニューに出したってことはちょっとくどいよね。みんな食べれない、重いんじゃない、朝マックメニューだから。うん、朝はなんかソーセージマフィンぐらいの方がいいんだよね。あのソーセージマフィンって美味しいよね。うん。でもなんかロコモコ感はめっちゃ出てる。柔らかくて、普通のバンズよりはこっちの方が私好みかもしんない。で、今日昼から出るやつは普通のパンにね、挟まれてるの、バンズに。うん。これ何ソースなのね、わかんない、もう。もう味わかんない。何なんだろう、このソースは。なんかよくわかんない。マックの味で、マックの味。マックのロコモコのソースで何なのかわかんない。うん。で、マックのさ、ロコモコのソースって何だ？これグレイビーソースなの？これ。グレイジーになってるね。グレイジー、粉グレイジーかな。あ、だから脇がに近い。それそれ。食べたことない人は、脇が、なんか脇がっぽい。本当に。いやだって、風評被害だよね、これね、もろね。うん？あ、美味しい。マックのサラダうめえな、シャキシャキで。工場でね、作ったね、栄養ないスカスカだけど、これ。マックのサラダシャキシャキしててうまいわ。うん。玉ねぎはね、入ってない。あ、入ってる入ってる、ごめん。玉ねぎソースをかけてね、今ね。入れ物は変わりました、そう。これにね。うん。うん。いや、これね、やっぱりこれね、朝っつったら。ハッシュドポテト。これがうまいよね、マックはね。これがさ、うん。これ最高。これさ、あの、冷凍のやつとかも私買っちゃうもんね。ハッシュドポテト。あの、アンパンマンの顔のやつとか好きなのよ。あの、もちもちしてた。
アンパンマンの顔のこんぐらいのさ、お弁当に入れるやつがあるんだけど、あれ美味しいのよ。うん。業務スーパーとかで売ってるね、ハッシュドポテトとかも美味しいよね、意外と。うん。意外とね、食べれる、いっぱい入ってるし。うん。そう、お子さんのお弁当用にね、あるね。アンパンマンのポテトみたいな。あと6分ちょっと待ってる。ゆっくり食べたいな。結局いつも時間ギリギリになっちゃうね。意外とね、私朝マックはゆっくり食べたい派なんだよね。このマフィンがちょっとね、食べづらいっていうかさ、噛まないとダメじゃん、これもちもちしてるか。うん、無駄な話ばっかりしてるかな。だってしょうがないじゃん、なんて誰も教えてくんないんだもん、早く食べろとかさ。うん、だって食べるだけだから今日ね。伝わったこれ味。マックはね、よく好きで食べる。昨日も食べた。あ、匿名さん、お茶爆センキュー。これね、どんな味？じゃあみんな言葉で説明してみて。逆に。私のね、食べてるのを見て、印象、喋りながら食べるから。もう、うん。なおちゃん大丈夫です。うん。これさ、昼のやつ食べたくなっちゃうな。なんか物足りない。朝マックはね、やっぱね、量が少ないな。パンの方がお腹膨れるかもしれない。今日は私、ほら、美容室に行かなきゃいけないかな。ワンチャン美容室でウーバーしようかな。昼ぐらいに。うん。今日はほら、宿毛矯正かけるか結構時間かかるんだよ。そう。でも危ないのがね、今食べてね、もう眠いのよ。宿毛時間かかるのに、いきなり行って、もう寝ちゃうかもしんない、私。で、じゃあこれが切れたらもうね、美容室に向かうからさ。ワンチャンタクシーの中で寝ちゃうかもしれない。そう、昨日も寝てないし。今日はだって3時から寝てないからし。12時に寝て3時に起きて、そっからもうずっと起きてるかな。寝ちゃうよね。3時間しか寝てない。昼寝もしてないしよ。だからカラオケずっとやってたから昼寝もしてないんだよ、私。うん。ちょっと覚醒しちゃってるって感じ。さきちむちゃんが手術をする。大丈夫かね？なんかさ、私さ、配信者で見ててさ、入院してる人いるよね。誰だっけな？昨日かなんか配信の一覧を見てて、なんか入院生活、20日目みたいな。誰だっけな？あ、レオくんだ、レオくん。レオくんっていう配信者がいるんだけど、20何日入院してるんで、あれどうしたの？レオくん何があったの？知ってる人いない？痔の手術でだって1ヶ月も止まんないよね。うん。あ、メンバーシップっていうのは、あの、お金を払って応援するみたいな。限定の放送をやってるんですよ、私ね。ここはフリーだけど、あの、500円会費を取って、まあ、こう、応援、ファンクラブみたいな。有料の放送したりとかね。うん。そう。で、今質問があったから答えたの。メンバーシップって何なんですかって、初見さんだよ。あ、それ入りたいって言ってる。あらー、ありがとうございます。やったー。
大体メンバーシップはね、水曜日ね、ツイキャスっていうのは10時からメンテナンス入っちゃうんで、その後に私放送、有料放送やってんですよ。毎週水曜日ね。で、今日はこの後ね、引き続き切り替えるんでね、メンテナンスが終わったな。メンテナンスの時間がだいたい10分ぐらいかな。ね、10分ぐらいは全部の放送が見れなくなって、復活したら私、その有料放送やってるんだよ。うん。で、今初めて見た人もいるでしょ？ね、まだ1週間とかさ、1日目とか3日目とかいう人たちに今説明をしてんのね。わかんないじゃん、だって初めて見たの。うん。そうだよね。夏休みの人多いしね。でもね、500円で入る価値あると思うよ。1週間で最低1回はやるし、多い時は5回、6回やる時あるし、時間も結構ね、1回長いし、ね、3時間とか4時間とか5時間とかやるし、うん。ね、スペシャルゲストも来るしね。うん。さあ今日は美容室に行く配信をするんでね、毎週ね。1ヶ月に1回はメンシップで美容室配信。うん。今日は美容室行きます。宿毛矯正をかけるね。うん。配信内容はでも結構まったりで企画みたいのやってないよね。もうフリー。お腹空いたらご飯食べるし、話したい時は話してるし、みたいな。また